ご視聴ありがとうございます。楽しいのぶビューチャンネルのぶふみおはらのおはらです。2019年にですね、愛知トリエンナーレ2019っていうのがあって、それ行ってきたんですけれども、まあこれちょっと見ていただくとわかると思うんですけれども、まあその会場に、になってたの商店街の置いてあった冊子だとか、作品を紹介するもんだとか、この愛知トリエンナーレを紹介するもんだとか、いろんなパンフレットとかいろいろもらって帰ってきたんですけれども、で、最後なんか買って帰ろうかなと思って、まあ会場でですね、そのアートに関した、愛知トリエンナーレに関したものもお土産で売ってたんですけれども、名古屋のお土産も売ってたもんですから、まあそれを買って帰ろうってことにして、まあ安いもんだったんですけれども、名古屋のご神笛っていうのを買ってきました。その愛知トリエンナーレのことをですね、まあ今更言ってもないですし、今回はですね、そのご神笛がですね、どれだけ役に立つものなのかって、ちょっとまあ考えてみますとですね、まあ痴漢にあったりだとか、まあ、ひったくりにあったりしてですね、まあ犯人とか、攻撃してきたものが近くにいて、それを取り押さえようとした時に、この笛を吹いてその音が近くにいる人に伝わればいいんですけれども、伝われば効果があるんじゃないかなっていうふうには思えますけれども、まあ近くに人がいないと全く意味がないと。まあそれでもですね、今回ですね、この笛を使って、まあ低山俳句とかですね、まあ低山って言っても、まあ山ん中なんで、一人で行って、道に迷ったりすることもあるんで、道に迷っちゃったりとか、まあ軽い遭難ですね。軽い遭難もしちゃうこともあるかなと思って、そのことを思いついたもんですから、この笛を使ってですね、ちょっと小芝居をしてきました。その動画がこの後にお届けしますので、ご覧いただけたらなと思います。まあ低山というか、まあ深い山の中行っちゃったらもう、また別に話は違ってくるかと思うんですけれども、まあ若干町から、人里からそんなそれほども離れてないところだったら、スマホで自分がどこにいるかって確かめることもできるかと思うんで、それでスマホがあれば便利なのかなと思います。まあスマホがない時のこともちょっと考えて今回作れなかったんですけれども、まあ低山俳句行って道に迷ったっていうのを動画にしてみましたんで、ネタですからそんな役に立たないんですけれども、見ていただけたらなと思います。よっ、お前だ。電車乗ろうや。ある、ええ天気の日、わいは、低山俳句に行ってみたで。まあ、いわば、低い山と言えども、山登りや。自然と親しむ。いつも自転車ばっか乗っとると、山が恋しくなるものや。低山で、山登りしてみるで。ああ、久々やないかい。なかなかしんどいもんやないかい、久々に来ると。後輩山に入ってると、山の息吹っちゅうもんが感じられるやないかい。なんや、うっそうとした山の中に入っていくやないかい。もうなんや、道が分かれとるで。どんなになってんだろう、この山は。展望台があるんだ。行ってみるか。なんや、どんどん山の奥地に進んでいくで。どないなっとんのやろ。なんや、瓦礫が多いし、原始時代の植物が生えとるようなとこやないかい。木が倒れとるやないかい。大丈夫か。おお、なんや、ここは山の中でルートを間違えてしまったみたいやで。どないしよう。せや、こんな時、あの笛があったやないか。これやこれ、名古屋のお土産で買うてきた、金シャチの御神笛やないかい。きっと、誰かの耳に届いて、助けが来てくれるに違いないで。吹いてみよう。よし。
なんか頼りないことやけど、こんなんでええんやろか。これでも誰かの耳に届いたに違いないで。ちょっと待ってよ。おっ、何やお前、ウサギやないか。野郎さん、野郎さん、どうしたの。こんなとこでそんなしてんの。笛の音を聞いて駆け出てきたよ。あ、そうか、やっぱあの笛の音効果あったんやな。うん、そうか、野郎さんもそんなしちゃったか。野郎さんも言うとるお前。あっちの方角に夜になると光が見えるから街はあっちやないかなと思うんだけど、ちょっと道が分かんないんだよ。道が分からんのか。どないしたらええんや。そこだね、春まで待つと、もっと山にも人が入ってくるから、誰かの目とか耳に音があるかもしれない。それまでなんとか持ちこたえてみたらどうかな。春までで、木の芽とか食べればいいんじゃない。木の芽とか、木の芽食べるで。我は人間やで。どないしよう、遭難してしまうとな。遭難しても、そんな焦ることないと思うよ。でも、お前ものすごい早かったよね、来るの。ここに、あの笛の音聞いて。で、それってどういうこと？まあね。まあ、こういうとこ、もう危ないかなと思って、ちょっとパトロールしてたんだよ、僕。パトロールって、お前も遭難しとったんや。なんかい、もう、ええわ。そういえば、わいはスマホも撮った。スマホで、誰か呼んで帰ろう。スマホ持ってるから僕も帰り連れてってね、野郎さん。あ、僕か、お前は。こんな小芝居やめて、帰るで。鳥も鳴いとるやないか。うるさいな。もう希望の道が見えとるやないか。帰ろう。山は早く降りんと、あかんで。計画的に、登らなあかんで。アホな動画、最後まで見てくれて、みんな、おおきに。この動画、ちょっとでもいいと思ってくれたら、高評価のボタンをクリックや。チャンネル登録もよろしく頼むまさ。春が来るで。ほら、また、バイバイ。山も、来ようかな、もっと。楽しいかもしれない。